これはこれは。このままじゃ。しっかりしろ。これはこれは。
感じられるな。 感じられるな。 やってやるさ。 手加減はせん。 早めに片付けるぞ。 さすがだな、メリア。やっぱりすごいよ、メリア。楽勝だったね。だが、油断は大敵だぞ。 先に進むか。
やってやるさ。早めに片付けるぞ。手加減はせん。バックスラッシュ。大剣放射。このチケル。はて。やっとやるぞ。ヒリリトラック。今よ。まだ。やれそうだ。が満ちてきたようだ。どうだ。敵を待ってか。ダンバーさん。危なかったね。俺が抑える。疾風劇。バックスラッシュ。ヒリトラック。なんとかなったね。だが油断は禁物だぞ。だが油断は大敵だぞ。さあ行くよ。手加減は先祖。こやつは苦手だ。シャドウアイストライキング。心が騒いできた。ここだ。みんなの力を一つに。それでいい。シュウ君、戦だ。目をそらすなよ。ダンバーさん、ありがとう。殿よ。行ったか。ダンバーさん、その一撃、目を奪われたぞ。俺が抑える。みんなすごいや。そなたたちの力、本物だな。みんな余裕が感じられるな。なら大丈夫だな。だが油断は大敵だぞ。負けられないんだ。早めに片付けるぞ。最善を尽くそう。シャドウアイ、ライジンバックスラッシュ。みんな連携準備良いな。もう心ができた。騒いできた。はっ、よはっ、王冠絢爛。いっけー、ライジン本客。チッパーキン、今ならこのやれそうだ。このなんとか乗り切ったね。そなたたちの力、本物だな。では先に進むか。
変異が進んでいるとは。どういうこと？これが全てテレシアの仕業だというのか？テレシアは周囲のエーテル場を吸収し枯渇させる。そうか、エーテル場が枯渇すれば周囲の生態系は大きく崩れてしまう。シュルク、テレシアは人の心を読む。直接攻撃はまず効かぬものと思った方が良い。知ってるよ、触覚を切り飛ばせば思考は読まれないってこともね。大丈夫、このモナドさえあればきっと撃てるさ。奴はそなたが倒した分身とは違う。そうやすやすと撃てはしないかもね。けどやるしかないだろ。分身とはいえ、シュルクは一度はテレシアとまみえている。なのになぜあそこまで決然としていられる。自信、いや信頼か。そう、シュルクはあの剣の持つ力に全幅の信頼を置いている。あの剣、モナドと言ったな。そうか、お出ましたぜ。さすが大恐竜だもん、でっかいもん。テレシアか。今こそ我が任務と中心たちの仇討ち果たさせてもらう。シュルク、私が先制し動きを封じる。その隙に致命の一撃を頼む。メリア、うほ、やりやがった。やっぱり彼女、触媒もカートリッジも使わずにエーテルエネルギーをコントロールできるんだわ。そういう力を持った者がいると聞いたことがあるが、あの子がそれともな。シュルク、ライン、カルナ、メリアを援護するぞ。王座。はい。はあ、これがモナドの力なのか。
メリアの力見せてやろうよ。助かる。いいえ、ギフト。いや、今だ。やれそうだ。ようやく足並みが揃ってきたな。これからが楽しみだな、ダンバン。キリがねって待ち込んだエーテル弾も全く効いてないわ。クソ、なんて再生力だ。もう良いシュルク、やはりテレシアを倒すなど不可能だ。死んだ者たちのために危険を冒すなど。ダメだよメリア、君が失ったのは大切な仲間だったんだろう。その敵を討ちたいって気持ち、大切な人たちを失った悔しさ、僕たちにも分かる。こんな思いもう誰にもさせちゃいけないんだ。だからあいつは絶対に倒す。あいつの動きは僕が止める。その隙に君は最大級の一撃を食らわすんだ。シルク、行くよ。私はもし思考を読むのか。サモンフレア。それならあのモナドの力で。シャドウジン。はあ、シャドウアイ。アイジン。インケアスラッシュ。インケア。モナド。目を覚ますなよ。見よ。いや。豪華絢爛。は。いや。は。この。スリットエッジ。インケアスラッシュ。モナド。スカイオン。アイジン。豪華。もらうぞ。ヒーテルが満ちてきたようだな。いっけー、この雰囲気を忘れるな。ああ、決して忘れはしないぞ。騒いできて。サモンバルト、マイジン捕獲。ダンバーさん、無理しないで。疾風陣チェーン。エアスラッシュ。いっけー、バカだ。いよ、オーカッキャー。今なら、やれそうだ。熟しつつあるな。えい、油断は禁物だな。こらえるんだ。と、シャドウアイ。もらうぞ、ヒーリングアクア。連携で一気に殲滅するぞ。こちらはいつでもよいぞ。来た。やあ、お前が頼りだぞ。力よ。妻サモンバルト、天地剣。やあ、疾風陣と、えい、愛人捕獲と。今だ、やれそうだ。豪華絢爛。このそう、モナドの力よ。はっ、このこのやあ、このライトヒール。えい、疾風陣。やあ、ところが愛人だ。気をつけて。うん、なるほどな。疾風陣、今ならやれそうだ。モナド、モナド、バルト、モナド、導きを。サモンバルト、と、これからです。ダンバーさん、そのものが俺と疾風陣ですか。バーチカルバルト、ライジン捕獲、バーチカルバルト。それが私たちの強さだ。今ならやれそうだ。シャドウエッジ、力よ。来た。いけない、力が、うん、疾風陣。未来は変えられ。おい、ダンバー、くれ。
今だメリア撃てなるほど、考えたわね。いかに周囲のエーテルエネルギーを吸収し、その再生力としていても、それを上回るエーテルエネルギーをぶつければ消滅させられる。要するに力押しだろ、それもゴリゴリの。なんとも、らしくない戦法だな、シュルク。それを言わないでくださいよ。これしか方法が思いつかなかったんだから。いやいや、それでもすげえよ。お前どんどんそいつを使いこなしてきているな。テフラ洞窟の時と同じさ。こうしなきゃ、こうなりたいって念じると自然とモナドの力が発現するんだ。新しい力が。ってことはだぜ、いずれはあの顔つきも。うん、それを信じて今は進むしかない。オグド、カラン、タミル、アイゼル、倒したよ。みんな見ててくれた。我が仇討ちへの女性に感謝する。大義であった。ううん、大したことないさ。大恐竜、こんなことでノポンの勇者力に勝ったと思うなも。え、あれ、もう終わっちゃったのかも。ああ、とっくにな。よ、役目が果たせてよかったな、勇者様。そうだもん、ラインたちもよくやってくれたもん。リキ、嬉しいもん。勇者力偉いも、勇者力強いも、勇者力すごいも。いい気なもんだ、あいつ何もしてなかったぜ。いいじゃないの、なんだか憎めない子だったし。これでお別れだと思うと寂しい気もするんじゃない。トンガ、力大恐竜倒したも、これで借金全部なしだも。いいも。ふむ、旅立つ前の貸しはそれで良いじゃも。ただお主がおらん間、あれどもが食うも食うもでも、今度はそっちを返してもらうじゃも。ノポンの仲間たちよ、ここに新たな予言が果たされるも。大恐竜を倒した勇者力はホムホムの従者を率いてこの村から旅立つだろうも。そして巨神界に真の平和をもたらすのじゃも。聞いてないもん。はるか昔からの予言じゃも。嘘だも、今さっき思いついたみたいだったも。そうだも。リキ、彼らと共に行くのじゃも。それが我らのノポンを守ることになるじゃも。ま、患者がも。心配するなも。その代わり、あれどもの面倒はしっかり見てやるじゃも。父ちゃん、腹くぐったも。父ちゃん、ご飯も。父ちゃん、飯も。父ちゃん？おい、リキ、これもしかして。リキの奥さんと子供たちだも。それがどうしたも。奥さん、子供？リキ、君一体いくつなの？今年で40だもん。それがどうしたも？どうしたって。あんた、新しく借りた分はとっくにこの子たちが食べちまったもん。村長様の言う通り、しっかり働いてもらうも。頼んだも。いいど。
けも。みんな、これからもよろしくも。よろしくもじゃねえ。これで晴れて戻られますな、メディア様。うん、世話になったな。そなたらの女性に感謝する。いいえ、おかげでマクナ一帯の安寧が保たれましたもん。お礼を申し上げるのは我々ノポンですじゃもん。村長さん、メリアにやけに丁寧よね。まったく、同じホムホムでこの差は何なのかね。最後に、オサヨ、彼らをエルト会にあげてもらえないか。彼らとの約束なのだ。もちろんですじゃもん。彼らも大恐竜討伐に力を貸してくれた者たち。それにメディア様のお頼みですからも、早速上の者に伝えておきますじゃもん。かたじけない。オサの許しが出た。エルト海へ行く準備ができたら声をかけてくれ。すぐに出発だ。
メリア、君はこの後どうするの？そなたたちに借りを返したい。エルト会の案内をさせてくれないか？本当？助かるよ。だが一口にエルト海といっても広い海だぞ。エルト海のどこへ行くのだ？巨神の頭の近くにそびえ立つ黒い塔、ビジョンで見た光景なんだ。僕はそこに行かなきゃならない。黒い塔、これは探すとかそういった次元の話ではないな。メリアでも見当はつかない？逆だ。巨神の頭部、そしてその近くにそびえる黒い塔、そんなものはエルト海に二つとない。知っているのね、シルク。そなたの見たというのは監獄塔だ。監獄塔って以前ディクソンさんが言ってたやつ？うん。メリア、そこに行ったことはあるのか？行ったことはない。だが知ってはいる。監獄塔は封印の地だ。直居がなければ立ち入ることはできない。直居ね。つまりは誰かからそれを賜るってことか？エルト界にはハイエンターの治める広告があるって話を聞いたことがある。もしかするとそこの。ホムスにしては詳しいな。直居？広告？なんだそりゃ。直居とは偉い人の許可。広告ってことは収めているのは多分公使ね。つまり公使の許しが必要ってこと。公使ってのは偉いのか？俺たちホムスが今のコロニー制を取る遥か昔、王族とか皇族とかそういった連中が統治権を持った時代があった。今でいうコロニーの監督官みたいなもんさ。権限はより大きなものだろうだな。おお、なるほどな。やっぱダンバンはすげえや。物知りだわ。ちょっと、今のは普通にスクールで習うホムスの歴史よ。ま、俺真面目に聞いてなかったし。ああ、早く会ってみてえな、そのハイエンターとやらに。まったく、あなたって人は。まずはコートに行かねばならぬな。そう簡単に会えるもんかね、公主さんってのは。私は案内すると約束した。約束は果たす。メリア、そっちは？エルト海への近道だ。おいおい、
なんだこれ。みんな早く乗るもん。エルトカへ出発するもん。乗れって本気かよ。おい、恐れることはない。この流れに乗ればすぐにエルトカへだ。